もう行っていいのかな？うん？そっち、あとついてくるじゃん。でっかいね、この売店。わお、すごいね。土地が広いから。あ、それ見ればいいのか。わ、あ、ハートだ。あ、そっちだよ。あれ？後で見に行ってみよう。これインスタ映えするね。インスタ映え。え？あ、いい匂い。あ、ちょっと待って。これだよ、これこれこれ。ここがあれでしょ？和洋中ブッフェ。4200円ですよね。他行っちゃったよ。見れば飯。部屋の方行かなく、先に行かなくていいの？暖かいから外でもあれなんだ。あ、これだったらあっちの方がいいな。自分で焼くんだって。これならね、こっちだろう。あっちは写真だけ撮ればいいよ。ここは何なの？サンセットテラス。バーじゃないよ、これ違う。プールサイド？あ？プールでもあんのか？ちょっと待って。おお、すげえ。すごい綺麗。わあ、すごい綺麗。すごいね。あ、いるよ。お、すごいね。あっちになんか、あっちでバーベキューなのかあれ。ああいうとこでやってんじゃん。見てみな、やってるよ。あ、いろんなとこあるんじゃないの。今行くの？うわ、綺麗。すごいね。はい、こっち向いて。はい、チーズ。はい、チーズ。え？こういうところでやってんだよ、ほら下で。なるほどね、まあ、こういうのも沖縄らしくっていいかもしんないけど、あとで見るだけ見ればいいんだよね。
こんな11月にこんな外でバーベキューできるなんて、ね、温泉とかを楽しむんじゃないんだよな、沖縄な、暑い国だから、あ、国じゃねえだから何も無理して、ほらほらほら、綺麗だね、こっちもまた、うん、ずっとあっちか、うわ、すっごいね、これプールなの、プールでしょ、どれどれ、一番端っこ、一番、あ、まだ端ある、さあどうでしょう、安いからね、ああ、まあこういう感じだよね、おお、そこ開けると何が見えるの、暗いね、すごいじゃん、お、全部だよ、そこ、おほら全部、何これ、おお、すごいほら、す、あれこれさっきのところか、わかんないの、置くでしょ、わかんないの、何やってる、え、開かないからやってみない、開かないよ、え、違うよ、ほら、あそこ歩いてきたんじゃんよ、あれ、ほら、ほんとだ、不思議絶対不思議だこれそこは何、教会か、ほら、あー、見たい、そう、へ、すごい、初めてこんなとこすごいじゃんこれ、沖縄っていう感じじゃないじゃん、こんなに、こんなに安いツアーなのに、虫が入っちゃうよ、そうか、虫が入ってしまう、ちょっと待ってね、さっき押しといたのに全然押してなかった、すごい色が変わってきた、色が向こうから変わってきた、ほら、色が変わってきた、青から黄色に、うん、また変わるのかな、お、おお、きれい、すごいじゃん、向こうにもなんかあれしてんだね、正面から見るじゃないの、ね、わあ、やっぱり、見ながらバーベキューもまあ最高だけどな、そうだね、でもバーベキューのところからちょっとずれてんじゃない、んバーベキューのところからちょっとずれてんじゃない、真正面なのかな、こんなところに席あるんじゃない、真正面もあるんじゃない、ただけ写真撮れない、そこ、そう、ビデオ、ビデオにしたいの、終わっちゃった終わっちゃったよ、まだもうカメラのとこ押せば写真、ビデオはビデオ撮りたいの、あ、すごい、
にやってるのかね。こっちはこっち、何にもないの。何にもねえ。これはプールじゃないのか。あの教会見てみたいね。飛び込むのか。やっぱりあれだ。ここにあれがあるの。そうみたいね、うん、夜はあれになるのかな。今プシューってなんないかな。いやこれ夜じゃないよ。ここにまあ、すごい綺麗。あ、ほらほら、お月様。うん、すごいとこだよ。本当。伊東じゃねえ、あの伊豆にはないね。ないない。こういうホテルは。ないよ、こっちじゃ日本じゃ。ねえ。行けないじゃんこれ。夕方同じ中に入れまして、自然に溶かしていって再利用ということですね。
か、お客様のお滞在時間も決まりになっておりますので、以上でご案内の方は終了となります。ありがとうございました。氷島はですね、よくコマーシャルなどでもよく紹介されてるんですね。まあ、引っ越しのコマーシャルであったりとかですね、航空会社のコマーシャルで、ジャニーズの嵐のグループがここで以前コマーシャル CM を撮ったんですね。で、一番に島の一番西側の方にハートロックという岩がありましてね、2つの岩が重なってからですね、ハートの形をしているところからハートロックと言われてますけども、まあ、今回はこのコースに入っておりませんので、まあ、またレンタカーなどを利用いただいてですね、このハートロックの方もまたぜひ足を運んでいただければと思います。下に遊びの感じ、浅いんだね。すごい綺麗だね。すっげえやばいね。すごい。今ですね、今前方 の氷オーシャンタワーの方に向かっておりますけどね、行く途中にですね、またお墓が見えてくるんですけどね、沖縄のお墓の中ですね、今皆様見ていただきますと、お家の形をしたお墓が、もうまだ沖縄では。
人生だもん。ありがとうございました。
気温の変化とともに餌を食べる動きが変わってきます。その動きを確認しながら動きがります。Thank you.
Thank you. What?クリスマスだね。すげえ、なんか水槽がある。ちっちゃい魚しか。よく部屋失敗するからなひどい部屋がよくあったもんだ。隣の声がすげえよく聞こえたり新しいわけじゃなくてこれ塗装したばっかりなんだろう。ほら天気の匂いが。何してんの。おお。広いね。昨日より広いね。あらま、開け。これ面白い。こうこうこうなって。飛び跳ねたくなっちゃう。かわいいね。広いじゃん。ね。そこ、あ、そこ開けるとどうなの？全然。おお。海見えるよ、かわいい。開く？段差があるよ。そう。おお、海海海。綺麗じゃん。なんてあんな人いっぱいいんだ。なんかやってるんじゃない。アップ。修学旅行。綺麗だね。来たね。触るなっちゃう。ミヤラビユンタという曲がありまして、ミヤラビという沖縄の方言一難についていきますけど、ねえ、今のちょっと外人さんだったね。あ、そっちは海だったんだ。昨日全然気圧が、海の方がよくね。ここいいじゃん。あら、お食事中ですね。あっちでいいじゃん。あ、あそこも取ってやる。あれ、みんな取ってやる。一番向こうか。
撮ってますよ。綺麗ですね。綺麗ですね。綺麗です。綺麗じゃん。帰ったら音に見せてあげる。なんかやってんじゃん。沖縄っぽいね。ねえ。てか俺なんで俺が撮ってんだ。ここが初めて沖縄。ねえ。うん。写真も撮れていい。知らない。あ、これこういう家なんか見たことあんね。トム・ソーヤの冒険じゃなくてなんだっけ。あそこにもいるよ、ほら。ここは何？Oh yeah.
さ島バランサ森のそだやまでの間、沖縄民謡の中からありがとうございます。ハハハハ
とこうやってるんでしょ。よくできてんね。ダメでしょ、謝ってください。はい、ごめんね。知識がこのマリを見事キャッチしたらもう一回拍手お願いします。うわっ何今日はもう可愛い。軽快だね。遊んできてください。はい。もしし君と遊んでください。お客さんも。はい。若い子とか行かないよ、すぐ。それでは、皆様に青い人とお願いがあります。私がせーのと言ったら3、2、1のカウントダウンをよろしくお願いします。よろしいですか。はい、ありがとう。ありがとうね。はい、シュシュ君やるよ。なんかサービスもう一回やるんだ。
アンコール。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 はい、ありがとうございます。今日だけだよ。今日だけだよ、ね。よし、やろう。何？違うの？お客さんにやらせろって言うんだよ、全部。女の人にやらせるって。いつも分からない。お前じゃなくてって。うん、ね。まあ、そうです。趣旨もボットもやりたくないと。次はね、このマリナイヤですね。自分じゃなくて、この、ちょっと待ってね。お客様の中で、このマリナイヤに挑戦してほしいわけなんですけれども、このマリナイヤ挑戦したい方いますか？手挙げて。はい。やりたい。やりたい。投げれんのかよ。投げてないかな。投げれねえだろ。いいですよ。ください。おー、頑張ってあれあれご指名じゃないのあっちあ投げれないって言うのに距離縮めるから女性だったり子供だったりするとストライク待ってるよお兄ちゃんねシシ君うわ、かわいい。シシ君って。ねえ。お。ねえ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 。はい、来てください。呼んでますよ。はい。まずキャッチしてくださいよ。おおお。来すぎ来すぎ。おお。仕事してください。ここに選手権の選手権はそこから出ないでください。お願いします。出ないでよ。面白い。また前に出たい気持ちは分かる。我慢して。我慢しよう。そうなったら教えてくださいね。ダメだよ、我慢してください。ダメだよ、後ろの人本当に大変そう。ダメだよね。よし、どう。そうですね、皆様にもう一度お願いがあります。私がセールと言ったら、3、2、1のカウントダウン、もう一度お願いします。それでは行きます。せーの。身分の低い家来の人たち、うん、で真ん中は国王様とか王子様身分の高い人が通ったと言われています、うん、
今日は私たちどこから行きましょうか。はい、神奈川です。味じゃないの。取りっぱなしでいくの？取りっぱなしでいくの？いや、ほどほどに取るってあれがなくなる。はい、皆様、ご案内します。今、関海門をくぐりましたけれども、次にくぐる門がですね、瑞泉門といいまして、実はこの首里城界隈にはですね、約48のお酒の酒造所があったそうです。で、その銘柄の中にも瑞泉という銘柄があるんですね。で、これはめでたき泉という意味をなします。向かってですね、右手の方に、流飛といいまして、今現在も湧き水が湧いております。これは、身分の高いあの王様とかあの王子様ですね、身分の高い人たちの飲料水ということで使われたんですね。で、実はここ最近あの外国の方が多く沖縄を訪れるんですね。その時ですね、なぜか外国の方はですね、水を見るとお金を投げたかるという。結構たくさんのお金が落ちててですね、もしかすると人財産気づけるんじゃないかと思うぐらい見て ありますので、もしよかったらそこもまず皆様覗いてみてください。これから、瑞泉もくぐりますけど、階段が急になってますので、ゆっくりあの上がっていただくようお願いします。それから帰り今あのあちらの方から降りてきて先ほどのところですね、行く形になります。はい、では、これから瑞泉もくぐります。でもね、怒られる。だって名前がついてるんだよ。こうした折り込んでいきますよ、どうぞ。記憶ねえなぁ。記憶ねえなぁ。次、あのくぐる門がですね、今度は牢獄門といいます。牢獄、漢字を見てもらいますとね、時をもろと書いてます。これ実は櫓の中にある、水時計を表しております。水時計で、はい、それでもって、水時計でもってあの時間を計ったというところなんですね。実は今、皆さん、瑞泉門上がるときですね、結構階段急でしたよね。もう息も切らしてると思うんですけどね、実はですね、身分の高い人たちはですね、ここから籠に乗って門をくぐってたんですけども、ここについてはですね、王様に気兼ねをしてですね、ここからは顔から降りて門をくぐったと言われています。ですから別名、顔掛け御門とも言われております。はい、それではこれから牢獄門をくぐります。
私たちはググルモンが総務部門といいますけども、主にこの部署はですね、戸籍などを扱った部署になります。今皆様よくお城というとですね、皆さんのところがお城でしたらね、お城の前にお堀というのがありますよね。ここはないんですよ。ですからこの外部からの侵入を防ぐというようなことではなくてですね、高いところから統治をするという意味合いですね。だから外部からの侵入を防ぐということではなかったんですね。で今那覇市内が一望できますけども、今現在那覇市の人口が約35万人ぐらいです。で今こう正面見ますとね、煙突のようなのが見えてますよね。これ沖縄の、沖縄電力になりまして、火力発電になります。そして右手の方になんかお城のような建物見えてますけど、これが浦添市役所になりまして、那覇市のベッドタウンというようなことで言われまして、実は今那覇市の学校がですね、子どもたち児童がどん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 郊外の方に移転してきましてね、もうそれこそ、学級の統合であったりとか、学級の廃校という学校まで出てきて、逆にこの、右手のこの浦添市などはですね、もうマンモス校になってきまして、1200名とか1300名とも言われています。ですから今文校という話も今出てきているところなんですね。はい、でちょっとお話変わりますけども、今ここにある河原の建物の中に、万国診療の鐘というのがあります。その15世紀の人たちの、その当時の人たちの気概を表す言葉で、世界との架け橋という意味をなします。ではこの、海洋貿易で栄えたですね、琉球国、そこで、この今紹介する鐘は、万国診療の鐘ということでレプリカの鐘になりますけども、本物の鐘は那覇市内の中心に県立博物館があります。この中に、本物の鐘というようなことで紹介しております。万国診療ですね、ぜひ覚えていただければと思います。はい、それではこれからですね、港北門をくぐりますと下のお庭、下尾縄の方へ出てきますので、この後資料の正殿の部分、皆様にご案内をします。はい、あなたの後ろが全部映ってます。あ？あっち。ん？
아니 근데 역사가 짧아 엄마 왕이요 나오는 것밖에 없대. 塩焼き。塩焼き。そうじゃないの。
げるんじゃない。あげた方がいいのかな。唐揚げ、うん、南の魚はあまり油がない。なんで寒くないの？こんなんできる。だってこれあれじゃん。サンゴでしょ。そうなの。ちゃうの？行く？あたたたた。ぐるーんと回るのね。目が回りそう。増えてんの、そんな取り方して。取れてないんだよ。止める。怖いよ。降りながらってどんな風に取れてるか分かんないぞ。止めよう。なんだ、モアイか。なんか。悪くない、ね、綺麗だ、もっとビジネスホテルっぽいのを想像したんだけど、これ素敵じゃない、これ、ね、何これ、うん、お海側、うん、ほうあれなんだろう、上の階が2人用とかなんじゃない、違うか、電気は？ない。
海はあんまり綺麗じゃない。港って感じだね、ほら。広いじゃん。メニュー見たいんじゃなかったの？まっすぐ行って、うん、2つ目の信号を左に行って、うん、はいよ。昨日行った居酒屋さんです。しないだろうね。絶対とは言えないでしょ。あ、こっからバス乗って行ったんだっけ？そうだよね。ここで、ね、こうし
たのね。もうちょっと待って、あらら。これがカメラだから。こうね。そのままの状態。またあんただって閉まってくる。ああ、そっか。うん。それが楽かも。違う、チューブラリになってるのにね、そうやって押さえてた方が楽かも。非常口には脱出用スライドがあります。脱出の際には、そうそうそう、羽と下だよ。両手は前に伸ばして、反対を起こして滑ります。羽が映っちゃって、援助する際にはスライド横に立ち、体を引き起こして、羽映んない方がいい。羽映んない方がいい。そうなったら、こうか。左から右手に離れてください。どうでしょう。お母さんが辛いんじゃない。たまにそっちでチェックしてよ。変わってくるから。快適な空の旅をお楽しみください。何や。なんか。そうそう、なんか。日本軍。なんか日本のまね、うん、あれ見た。さっきもあれしてたよ、飛んでたよ。自衛隊と一緒なの。じゃあこれいつまで飛んの？時間長く飛んの？じゃあみーちゃんここで飛びなやっぱり。え？うん。ダメだ、ダメだ、変わっちゃダメだ、ダメ。あ、ダメなの、変わったら。ダメだよ。いいよ。あ、いいよ。だって遠いんじゃん、それ無理じゃん。なんで変わってる？外しちゃダメだ。いけないの？外したらついちゃうから、ダメだ。嘘。そう。あ、いや、いやだよ。これでいいの？でも。自分まで。でもいいんじゃない。もうじき赤になっちゃった。赤になってよ。行くよ、きっと。やべえな、バッテリーが。じゃあ、もうちょっと、うん、ちょっとお買い、あ、買ってもらって。何もらいます。いいの。じゃあ私カメラだからね、調整するから、ちょっと待って、はい、ちょっと待って。これでいいの。陸上自衛、陸上航空じゃないんだね。ヘリだ。陸上って書いてあるね。陸上自衛隊って書いてあった、うん、なんか映画そうでしょ。トラックみたいな、なんか車が止まってる。でもこれ飛行機みたいな中に、飛行機、飛行機みたいな、なんか自衛隊なの。こんな小さいのが入ってるよ。止まったから、止まったから行くよ。どうなってるの？羽根のところ。下になってる。ふわーって出るの？それは見えない？見えてる、見えてる。入ってる。行くよ、きっと。引いてるとこないの？引いてる。見えてるところ。見えないか。見えない。だってそっちはもう前の方だ。お母が疲れちゃう。偉い席取っちゃった。偉いとこ取っちゃったって。少しやっぱいろんな景色を撮ってくれる。肩張って。ぐるぐる回して。何、こうやって回してもいいの？こうやってなんか。あのか。横ならわかるけど、突然ぐるぐるぐる回して。窓枠取っちゃってる。こうか。左。
指が入ってない、入ってないな、止まんねえな、調整してんねん、今止まってるもん、一気に吹いてるから撮って、この形ばっかりで。なこれ意味ありなの、撮ってて。消すから大丈夫。意味のないつもがある。何、同じとこ、同じあれじゃん。飛びたーって行くところ、飛び立つところを撮りたいみたい。こう、こう。自衛隊のビデオ撮ってる、ね、ああ、撮りよかったな、こっちな、これで行くのかな、何これを撮りたかったの、うん、これ上にあったのでしょ、うん、今上にないじゃん、地面撮りすぎじゃないちょっと上に上げてもいい、これでしょ、これを撮ってるわけでしょ、ここの上のクッキーだもん、さっき見ちゃう、ここからやったこれ。今動いてる。あ、動いた、動いた。動いてる、動いてる。Thank you.
もうあれだね、変わったよ、ほらいいんじゃない。よかったよ。途中でこんな時間かかると思わなかった。あ、行く。ここだ、止まった。おーって音が変わったね。すごいもん来た、あれ、風であれ。少し折れた。また止まった。また止まった。こんなに撮ってるけど全部カットだから、ね、何これ何やらされてんのこれ。ちょっとこれ見て、あんたたちもこれ見てんの。外見た方がいいんだけど。私持ってますよ。見えるのそれ光って、うん、見える見える。置いとけよ、じゃあここにした。置いとけば。あ、違うじゃん、私が撮ってた時と。私が撮ってた時と違うじゃん、後ろ。え、そう。あれ、これ飛行機だ。ここが翼になって、うん、で、この黒いのは、黒いのは下の芝生みたい。あ、そうなんだ。意外多分飛行機が飛んできた。え、どうしたの。飛行機プロペラだよ、実験だ。飛行機じゃないんだ。飛行機だ。飛行機じゃないんだね。飛行機だよね。プロペラ機だよ。あー、かっこいいね。うわ、一回止めてもいい。頑張る頑張る。行くよ。頑張ってよかった。行くよ。エラクトにご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。ベルトサイン検討中はお膝の上のお子様をしっかりとお願いします。こっち来るわ、取らないで、外さないで。ブリブリブリ。 Ladies and gentlemen, we will be taking off shortly. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Also, please return your seat back and tables to their reserved position. Also, please hold your baby while the seatbelt sign is on.Thank you.
と向こうにいる違う。また真ん中も違うよ、ほら。めっちゃ、マクがついちゃった。あと、アップにしちゃいました。
そうだな。全然これ取れないよ。取れてる。取れるわけじゃない。ナルチュじゃなくて。ナルチュか。お水とナルチュ。ちゃうよ。はい、着きました。着いたね。いいよ。違うよ。違うよ、分かる。着いちゃいましたね。なんか本当汚ねえな、空は。ね、空はなんだかネズミ色っていうのかな。綺麗だと思う。